聞いてください、I remember。 おーわーわー Yeah、 女の子2人が来てくれたよ。道を歩く新しい季節に包まれる朝、君と会わなくなってから何度目の春が来たんだろうという思いで、髪伸びた、私は覚えているよ。君と過ごした日々を君は忘れ綺麗なまま、誰も奪いはしないよ。ずっと君を忘れないから I remember。 いつかまたあの日の二人に戻れたなら、そんなこと願っても叶わないけど、星空の公園で話してね、もう会いたくてもてくれた、あのメロディーを聞くたび懐かしい気持ちになるんだよ。間違いをかき消したい君の代わりなんていないよ。いつかまたあの日の二人に戻れたなら、そんなこと願っても叶わないけど、放課後のに君がいた時嬉しかった、隣を歩いているだけで夢じゃないかと疑わない、いつかまたあの日の二人に戻れたなら、そんなこと願っても叶わないけど、君といた時間が宝物、こんなに私を描く。ありがとうございます。こちらの皆さんもありがとうございます。髪の毛つけました。イエーイ、ありがとうございます。いや本当に髪の毛って一瞬でね伸びるんですよ皆さん。ちゃうな。どっちがいいですか？長いの。お、どっちがいいですか？一生ならロング。一生ならロング。なんかそう面白いですね、やっぱその感じね。試験さんたくさんありがとうございます。よかった、3点お願いします。7はねどっちでもいいんですけど、なんとなくつけました。はい、どうしましたか、どうしましたか。あそこのラーメン食べたことあります？あのあれですよ、あのキャベツじゃなくてレタスじゃなくてなんかがめっちゃ乗ってるんですよね。何だっけ、白菜、そう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 、覚えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、29日もうすぐなんですけど、あの私の大好きなあのフリーライブがあるんですけど、トリで歌わせていただくんですね。アベノルシアスビルっていう天王寺の、あの前は10階やったんですけど、今回1階のもう少し人が集まるらしいんですけど、
前より人が集まるのかは知らないですけどね。そこでフリーライブあります。トリで歌わせていただきますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そして今日はアルバムとシングルと持ってきてます。よろしくお願いします。はい。